今日午前の東京株式市場はほぼ全面安の展開となり、日経平均株価は大幅に続落して一時節目の1万9000円を割り込みました。今日の東京株式市場は前の日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均の暴落を受け、午前9時の取引開始直後から下落し続けました。新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を背景としていて、下げ幅は一時800円を超え、取引時間中としておよそ2年11ヶ月ぶりの安値をつけ、神戸の投資家からも不安の声が上がりました。少し騒ぎすぎかなという気もしますけども、まあ、こればかりはまだ分かりませんけども、原因がはっきりしておけばいいけど、これ病原体がどういうもんか分からんもんね。要するにインフルエンザだったら冬だけだけど、これまだ分からんから、私的にはコロナショックって感じやね。日経平均株価の午前の終値は昨日の終値に比べて293円19銭安い1万9405円57銭となっています。